おおおお、来たか来たか、おい、あの一族、おいこちらもめめです。キモノノスケスマブラスペシャルをやっていきたいと思います。今回なんですけど、前回前々回、基礎テクニックとか、中級テクニックとか紹介したんで、今回は上級テクニックを教えていこうかなと思います。ただ、俺自身が別に上級者でも何でもないので、いや、お前上級者じゃねえだろってコメントが来るのも予想してるし、まあ自覚もしてるんだけど、まあ俺の2ぶりぐらいはね、上級者のそれなんで、まあ馬ぶってるやつは馬ぶってるだけかもしれんけど、2ぶってるやつは2なんで、さあ一つ目はシールド上シフトですね。普通にシールドするとこうなんだけど、上シフトのシールドをするとこんな感じ。この状態から上にクイッてやるだけですね。これは結構簡単。基本的にシールドってね、どんどん小さくなっていくんですけど、これをね、上シフトすることでガードがね、漏れにくくなるっていうテクニックですね。まあ基本的にニュートラルゲーム、普通に戦ってる時もね、上シフトできたらいいんですけど、結構頭からすっぽ抜けること多いですね。まあ基本的にはこういう崖に背負わされた時とかに、こう上シフトするといいかなと思いますね。相手は結構撃墜したくてこうやって空母をブンブン振ったりするので、こういう場面で。漏れないように漏れないようにって上シフトをするのがね、いいのかなと思います。さあ次はめくりに関してなんですけど、こう相手がガード張ってるところを、こう後ろに着地しながら空中攻撃を振ること。これをね、めくりって言いますね。これめちゃめちゃ強い。これ何が強いのかっていうと、相手の背後に行くので、こうガーキャン掴み、反撃が取りづらいっていうのがありますね。明らかに後ろに行くっていうこういうめくり方しないで、前に行くか後ろに行くか分かんないこういうめくり方するってのも結構強いですね。さあ次はね、ガード解除反転行動ですね。これに関してはこのめくりの対抗策みたいなもんですね。あ、こいつめくって攻撃してきたなって確認できたらガード解除して反転する。よくやるのはガード解除して反転掴み。これめちゃめちゃ強いですね。ただ一つ注意点があって、こうやってめくってくるやつって、その後にこうやって入れ込んでくるやつもいるんですよね、よく。めくった後に入れ込んでくる読みで、ガード解除反転ガードとか、反撃をするのは相手の入れ込みを待ってからするっていうのもいいですね。さあ次は受け身展開拒否の上ベク編ですね。こうダウン展開にするのが強いキャラっていて、ロイクロムとかまあロボットとか結構ダウン展開にするのがね、強いキャラっているんですよね。で、ここからね、読み合いされて、横スマドーンとかってされること結構あるので、で、これがね、拒否できるのが上にベク編しておくと、上に飛ぶので、そっからジャンプとか使えばね、これ受け身の展開を拒否できる。これめちゃめちゃ優秀ですね。相手のダウン展開になる技を上ベク編でジャンプして逃げる。ただもうこういう下強みたいなね、発生早い技はね、ベク編間に合わないことも多々あるので、もう明らかに下強が来るって分かってる時にこう上ベク編を入れ込んでおくといいのかなと思いますね。発生早すぎるダウン展開はもう間に合わなかったらまあしょうがない。さあ次は踏み復帰阻止ですね。踏み復帰阻止、踏んで復帰阻止する。これ結構強いんですよね。この復帰阻止のいいところってね、あんまり復帰阻止が強くないキャラでもできるっていうのがね、いいところですね。踏み方はあんまり難しくないですね。ジャンプ連打してるだけ。ジャンプ連打するだけで踏めますね。多段ジャンプのキャラは2回以上踏んであげる。うい、最強。さあ次はね、2段ジャンプ消費してるかどうかの確認ですね。2段ジャンプするとね、このモヤモヤーっていうのが出るんですよね。今この見えてるなんか白いモヤみたいなのがあると思うんですけど、このモヤが出てると2段ジャンプ消費してるよっていうのが確認できますね。なので相手がジャンプ残ってるかどうか、これで確認するっていうのも結構大事ですね。あとは自分の2段ジャンプの確認とかね、自分が2段ジャンプ使う前に攻撃食らったのか、2段ジャンプ使った後に攻撃食らったのかっていう確認したい時とかに、このモヤを確認するといいかなと思いますね。まあ、結構明るいステージとかだとね、モヤが見づらかったりするので、まあ、こういう明るいステージはなるべくね、目凝らして見るのが大事なのかなと思いますね。さあ次は大絶ですね。大絶、撃墜した後に行うこのイキリの大絶じゃないですね。今回の大絶は相手が大上でガードしてたら大絶して掴む、最強。案外このシールド張ってる時に大絶してあげるとね、相手何の動きしてるか分かりづらかったりするので、普通にね、ネスとか投げ場があるキャラはめちゃめちゃ強いですね。こういうのは相手がかなり上級者で大絶掴みとかを知ってる人だったらね、普通にね、攻撃振っちゃうっていうのもありですね。まあ本当にこの大絶掴みに関してはね、結構初見殺しでガンガン使いますね。あと下り火とかも大絶ね、結構有効活用できますね。下り火でこう大絶して降りてワンステップすれば、こう生成落としになったりするので、結構有効活用できますね、大絶を。カズヤおー、ちょっとラグいぞ、カズヤ。おー、大丈夫か。台があるとな、確かに。下り火優秀ですね。
ビームが優秀だからな。強っ。あべえ。クロスに助けてもらった。危ない。結構なかなか自暴自棄、自暴自棄になったから大丈夫。うん。強いね、しぼりひ。やめて。デリリア。やつえ。地獄のお時間です。MK レオみたいな別件してるけど強すぎるだろ、シモリヒ。やべえ、今の別件おもろいな。おいちい、おいちい、ベーレス、あああの一族のバトルやるじゃない。強いよ。最強か、ラッキー。その空泳でね、上がってくる人はあんまりいないから、あ、ラッキー。受け身で、受け身で戻ってくるんだ。怖っ。優秀。ジャクジャク、おれー、神が優秀だ。飛ぶ？さすがにか。スカシ横び。ドン。ドン。あぶねえ。よう、それ姿勢でかわしたな。スマッシュなんか振ったか今俺。見え。見え見え見え。いたー。やめて、いじめないで、いじめないでって言ってるじゃない。うわやべえぞこいつ。なかなか、なかなかワイルドなタクを持ってるじゃない。おいちゃん、おい、最強じゃねえかお前。せいやーじゃねえんだよ。ラッキー、ラッキーでこすね。ラッキーでごわすね。うぅー、あぶね。すいません。あはっ、なに、アイムール耐えれんのかよそれ。知らねえよこれ。よし。いいよ、いいよ、頑張れ頑張れ。やめたー。この浮差し行くとこうなるからね、よくねんだよな、マジでベルトスって。ダブルジャスか。え？おおおお、来たか来たか、おい、あの一族、おい、あの一族の面汚し、おい、うわー、うまぶっ
って馬ぶって最終的に切断。気持ちいいねお前。何がアだよお前。